止めねばならん。状況は思った以上に悪くなっておるようじゃ。青の賢者の日記によれば、諸々の問題がこの村のあちこちで起こっておる。わしが注目したのはじゃな、プリカーソル盆地の植物がダークエコの汚染を受けていることじゃ。ケイラが今ズーマーを転送する準備をしておる。ズーマーに乗って緑のエコの力を汚染植物に与えてやってほしいのじゃ。全て直せよ。わずかな汚染からでも再び広がってしまう可能性があるのじゃ。良いのジャック。そしてダークスター、雑巾掛けが終わっとらん。隅っこもちゃんとじゃぞ。やります。明らかにあの海に浮いてる遺跡は水没したプリカーソル都市の入り口なの。でも青の賢者が遺跡の引き上げに失敗してからはそのまんま。あなたたちぐらいなのよ、言ってくれるのは。でもよ、水の中にはラーカーザメがうようよだぜ。あら、怖いんでしょう。怖くないぜ。心配なのはジャックさん。こいつ、実は怖がりでさ。でも浅いとこだけ泳げばラーカーザメは浅瀬には来ないでしょ。サンゴがあるとこよ。さーて、あの機械はどうやったら動くのかな。わしは幻を見ておるのか。そんなことはない。今頃二人ともプリカーソル盆地の植物をダークエコから守っておるはずじゃ。水中のプリカーソル都市にはもう行った。青の賢者がいない今、あなたたちだけなんだから。君たち有能そうな顔つきね。私が今やっている調査を手伝ってくれないかしら。でもオイラたちも冒険中なんだ。悪いねお兄さん。ではお互いに助け合いましょう。私は絶滅寸前の稲妻モグラを隣のプリカーソル盆地で研究しているの。でも最近ラーカーたちが稲妻モグラを巣穴から追い出してるの。モグラは自力では巣に戻れないから、このままでは絶滅してしまうわ。君たちが稲妻モグラを巣穴に戻せば助けられると思うの。やってくれるわね。報酬はパワーセルよ。オッケー。ズーマを使えば、まあ、簡単だね。でもパワーセルは1個だけ。欲張りね。じゃあ今後の私の研究資金として90個のオーブを集めてくれたら、もう一つのパワーセルもあげるわ。いいわよね。どう。岩にだって心がある。おお、心が張り裂けそうだ。体はそんなにムキムキなのに。どうしたのおっちゃん。我はかつて強かった。いやさ、比類なきヒーローであった。片手でちょちょいとこの村を守り抜き、しかもやってくるモンスターどもをちぎっては投げ。だがしかし、とある日最強最悪のモンスターが現れ入れて、卑怯にも巨大な岩を次から次へと投げつけ始め、
勇猛果敢な我は鎧をきらめかせつつ丘に登り操めと一騎打ち我の力はわずかに足りず無残に叩きつけられた。おちゃんモンスター相手でもそんな感じ、破壊力抜群。我の意識が遠のく中、モンスターは自らの住処に続く道を30トンの大岩で塞ぎ寄った。これであやつを倒す術はなくなったかに見えた。野田が我々の尊敬する青の賢者マスター・オブ・ブルー・エコー、またの名をメカニックの天才賢者が30トンの大岩をも動かす機械を発明したのだ。しかしや、モンスター目は消え去ってしまったのだ。全てのパワーセルを持ち去って、屈辱にまみれた我はともかくもモンスター目が二度と現れぬようこの地に続く受け橋を分断したのだ。そりゃあご苦労さんだったけど、もう一回浮き足戻すのってダメ？お主、それはまた何でだ。迷い、我にお主の勇気を示してくれぬか。さすれば浮き橋を動かす。90個のオーブを集めてこれたらな。いいか、いらんいらん。ヒーローはこの間もヒーローに全財産かけたら怪物に負けて大損さ。あと今思えば怪物にかけとけよかった。とにかく空っぽ。ステンテン、借金の方にパンツまで取られたよ。お願いだから僕の虎の子のパワーセルと君のオーブ90個を交換してくれないかい。おい、それとね、もう一つ儲け話。プリカーソルポンチのシビトダニでタイムアタック大会をやってるんだけど、そこで新記録を出してもパワーセルをあげるよ。とにかくみんなで大儲けしようよ。持ってきたのね。パワーセルをさあどうぞ。降参だ。受け橋は元に戻す。しかし我を戦いに巻き込むのだけはするではないぞ。
にもたもたしてるんだ。モタルのパンツがチクチクさ。早くシビトダニの記録を破ってドカンと儲けようよ。
避けろってばさ。Thank you.
モグラを救ってくれてありがとう。うまくいったわ。これがお返しのパワーセルよ。やっと生態研究に戻れるわ。新記録達成だよ。君たちには僕からパワーセル、僕にはだんまり払い戻し。やったー。オーブのおかげでやっとタルのパンツとおさらばさ。ほらパワーセルだよ。準備はできておるか。すぐに出向いてもらうからな。青の賢者の記録ではラーカーは沼地に進行中らしい。ラーカーはあの飛行船を使って沼地に沈んでいるプリカーソルの遺物を引き上げておるのじゃ。そこでお主らには飛行船を固定しているロープをほどいてほしい。何のために引き上げておるのかは謎じゃ。な、わからんじゃろ。だが阻止するのじゃ。